令和元年5月10日、春の全国交通安全運動が5月11日から始まるのを前に、阿蘇市一宮町宮寺の阿蘇警察署で、交通安全運動出発式が行われました。出発式会場には、行政関係者、警察、交通安全協会関係者らおよそ100人が出席し、まず、交通事故で亡くなられた方の冥福を祈り、黙祷を捧げました。 そして、長年にわたって交通事故防止に功労のあった個人や団体と有料運転者への表彰と、高齢者運転免許証自主返納アドバイザーの委嘱状交付がありました。出発式では、阿蘇警察署の沖田所長は、関係機関と連携を図り、多くの方々に交通安全の意識が浸透することを記念しますと述べました。続いて。 YMCA 赤水保育園の年長組12人による歌と交通安全宣言があり、交通事故に遭わないようにします。大人の人たちも私たちを守ってくださいと交通安全を誓いました。その後、白梅を先頭にパトカーが出発し、この日の出発式が終了しました。式の終了後、保育園の園児らは白梅に乗せてもらって記念撮影をしていました。 また、阿蘇市交通安全母の会が、道行くドライバーに交通安全をお願いし、手作りの石鹸を配っていました。春の全国交通安全運動は、令和元年5月11日から20日までの10日間実施され、重点項目として、子供と高齢者の安全な通行の確保と、高齢運転者の交通事故防止が掲げられています。阿蘇警察署管内では、 今年1月から4月までに92件の交通事故が発生し、うち8件が人身事故となっています。